皆さんこんばんは、ガエルチャンネルです。さあ今日はですね、予選ですね、予選のタイヤのウォームアップの仕方がわからんというですね、コメントを YouTube でいただきまして、まあ、普段予選の実況っていうのは尺のね関係で、まあ、そんなにニーズはないんじゃないかなと思ってやらないんですけども、今日は予選の様子をお届けしたいなと思いますね。まあ、普段とは違った趣ってことですね。でこれはこれ今ウォームアップ走行ですね。これサンデーナイトライツ本戦です。で、この時の前ねちょうど伯爵がいたんで、タイミング的に同じ、ね同じ位置で走ってますね。まあ、普段、ここまで1秒以内で走るようなことはせずに、大体もうちょっと間隔をですね開けてウォームアップランを走るようにはしてるんですけど、まあ、伯爵はよく知った中なのでね、まあ、ぴったりつけても問題ないだろうと思うんですけど、なかなかぴったりつけられないというこの速さがねやっぱりさすがだなと。もう、伯爵はなんかスタートするたびに結構声かけてもらってるので、もうねなんかギャフンと言わせたいとかいうそういう、もう気持ちがですねだいぶ薄れてきて、もう言いようにですね手なずけられてる感じがしますね。もうこの情に弱いガエル選手と、いうことですね。さあ1分間のウォームアップ走行が終わって、ここから予選ですね。一旦ピットに戻ります。はい、コックピットビューは一旦この、チェイスビューが終わった後に移そうと思うんですけど、さタイヤをですねできるだけ、ピットの幅いっぱいに使って1周目温めて2周目3周目アタックです。でコースによっては2周温める、コースと人もいるみたいですけど、私はちょっとねほぼやりません、怖いの で、 で黄色の線越えちゃダメですね、車体幅で、青いとこ今度越えちゃダメですね。こんだけ幅があればね結構このスキップおじさん四天王の間では直撮りって呼んでますけど、さあリアタイヤを滑らせながら、ここもこうドリフト気味でですね、できるだけこうリアタイヤを滑らせて発熱させて走ります。であんまりねこの、コーナーのところで頑張りすぎちゃうと、スピンしたりねしてしまうの で、 でまだ一足ですね、まだ一足で大丈夫です。あんまりねずっと続けてると、この進行が遅いってことでブラックフラッグを食らう恐れがあるんですけど、さあできるだけギアを、ここはねコース幅広いん で、 でそろそろもうブラックフラッグが怒られそうなんで2速に上げます。2速で今度はあまり幅を使わない、この直撮りですね、慣れればですね VR でも3画面でも大丈夫になれると思うんですけど、慣れるまでは酔うかもしれないですね。まあ、今ブラックフラッグの点滅が出ましたね、遅いよと、まあ、これぐらいのタイミングで温めていけば、 できるだけこの奥ギリギリまで使ってですね、そうするとこの加速する区間が稼げますので、この1コーナー、今グリーンフラッグが振られて1コーナーの進入までに 0.1 秒まではいかないんですけど 0.05 秒ぐらいですかねは稼げますね。まあ、どうせせっかくなんでですねこうウォームアップの録画だけだとちょっと尺が短いので、ガエル選手の華麗なる、予選11番手を獲得した予選の走りを映していきましょう。まあ、タイヤ温まったとはいえですね、まあ、たかが知れてますよね。この路面ビューもだいぶ低いサーキットですので、やっぱり、1周目に比べて2周目の方がラップタイムは 0.2 秒ぐらいですかね上がる傾向にあります。
今リアタイヤが壁に当たったか当たってないかぐらいですね。あのコンタクトゼロはつかなかったのでタイムは有効ですね。これコンタクトゼロはつくとタイム無効になっちゃうので注意が必要ですね。中途半端で割れながら微妙だなっていう感じはするんですけど、さあここからが2周目ですね。多分ねあのヘアピンがねやっぱだいぶ差がつくコーナーだと思いますね。コントロール注意ですね。バランス崩さないようにいかないといけないですね。ここもあんまりアウトまで膨らみすぎるとタイムロスかなっていう気がしますね。タイヤがねこう7周目8周目とかだいぶ温まってくるともっと精度よく壁際ギリギリってのは走れると思うんですけど、なかなかねこの0周目1周目2周目っていうのはこのグリップの変動が激しくてなかなかね精度を出すっていうのは難しいですよね。今もヘアピンの右側のタネで外れてますけど、あそこら辺ですよね改善するとしたら。はい、ではもう一度このタイヤを温めるところからですねコックピットビューで、流してお別れしていきたいかなと思います。特にコメントは入れませんので皆さん酔わないように、ご覧ください。ここから拍車ポーズですね。はい、ここからですね。はい、それでは、酔わないようにご覧ください。The pit exit is clear.
それでは本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。